国連が定めた持続可能な開発目標 SDGs について考えるシリーズつなごう沖縄です。今日のテーマは、結婚した夫婦が希望すれば別々の名字を選ぶことができる選択的夫婦別姓です。家族の形や生き方の多様化を受け、県内でも導入を求める声が高まる中、誰もが生きやすい社会を目指す SDGs の観点からジェンダー平等を考えます。SDGs とかジェンダー平等って最近よく聞くけど、よくわからんなっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういうところも含めてですね、わかりやすく、なんかもう難しい感じじゃなくてね、ざっくばらんにお届けしていきたいと思います。先月那覇市で開かれた選択的夫婦別姓を考えるトークイベント、別姓を望む当事者や大学教授などが参加し、白熱した議論が交わされました。選択的、その夫婦別姓ってなった時に選択的を忘れてしまってですね、必ず別姓にしないといけないのか、そうじゃないんですよ。自由に選ぼうということなんですよ。特に多くの女性が経験して、こんなに煩雑な手続きをしなきゃいけないんだっていうことが、例えば今組織の中でいうと上長が男性が多いわけですよね。そうするとこの煩雑さが分からなかったり、でなんでまた休み取るのとか、何しに行ってるのっていうところに共感を得られないっていうところとかっていうので、やっぱり働きにくい、どうしてもその女性だけに負担がかかってしまっているっていうところが。選択的夫婦別姓とは、希望すれば結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の名字を名乗ることを認める制度です。法務省によると、夫婦が同じ名字であることを法律で義務付けているのは世界で日本だけ。日本のジェンダーギャップ指数は世界121位で、名字を変える人の 96% が女性となっています。僕個人的にもこの地域の文化だとか慣習が全て悪いとは思っていなくて、やっぱそれをいかにその時代に合わせて最適化をして伝えていくか。イベントに参加した前里亮人さん、うるま市出身で長男家系の6代目。現在は実家で宿を併設したカフェを経営しています。長男として東東名やお墓も管理する前里さんが選択的夫婦別姓を望む理由は、選べるっていうことはとてもいい未来だと私は思っているので、長男の長男で仏壇を継ぐっていうこともいいと思うし、例えば兄弟にその役割を譲って県外あるいは海外で活躍していくっていうのもいい人生だと思うので、なんて言うんでしょうかね、一人一人の幸せを自分の人生を生きていける未来がいいのかなと思ってます。前里さんがこの問題を知ったのは2年前、沖縄を拠点に活動する市民団体選択的夫婦別姓全国陳情アクション沖縄の代表を務めるマズルさやかさんとの出会いがきっかけでした。マズルさんが、Facebook、SNS でちょっと辛いこの心打ちを打ち明けていて、それを見たのがまず最初のきっかけだったと思います。結婚するにあたって、なんかこうしなければならない、女の私がしなければならないっていう感じで、こう周りからの圧力がすごかったんですよ。したくないって、改正したくないって言って、で夫も、あ、じゃあ僕、俺が改正するよって言ってくれたけど、やっぱでも周りが全然それはダメだよって言って、女が改正すべきだよって言うで、なんで私のこの気持ちはみんなに理解されないんだろうと思って、とっても孤独で辛かったんですね。マズルさんは結婚を意識した際、名字を変えることに抵抗があり、この問題と向き合い始めました。先月、全国の男女7000人を対象に行った選択的夫婦別姓についての意識調査。
それによると制度の導入に賛成する人は 70% を超えました。都道府県別で見ると沖縄が最も高く、反対と比べた賛成の比率が反対の10倍以上という結果が出ています。県内でも制度導入への声が高まる中、マズルさんは法制化を目指し立ち上がりました。まずこの声を届けなきゃ、まず始まらないんじゃないか、この、ね、SNS でブツブツブツ言ってるだけじゃダメだと思って。マズルさんや前里さんは議員向けの勉強会の開催や、月に2回名字に関する悩みを共有する海のアークカフェを開催するなど、多様性を認め誰もが生きやすい社会を目指し、選択的夫婦別姓の理解を深める活動を続けています。知らないものに対して恐怖を感じるというのは仕方ないことだと思うんですよね。ただ本当に地道に丁寧にですね、この発信を続けていくことはもう何においても大切なことだと思うので、もし私にその役割があるのであれば、はい、続けていければと思いますけどね。女らしさとか男らしさっていうこの規範に沿うことができない、それに、ね、乗っかることができない人はとってもやっぱり苦しい思い、しますよね、そういうのがなくなるのはやっぱり SDGs の持続可能な社会にとても役立つというか、そういう気はしますね、生きやすくなるのかなって思います。誰もが望む形で幸せを選べる社会の実現のために、今ある課題に目を向けることが変わる一歩につながります。VTR でもあったように選択的ということで、選択肢を一つ増やしましょうということなんですよね、それによって少しでも生きやすくなる人がいるのであれば、そういった声にしっかり耳を傾ける社会であってほしいなと取材を通して感じました。そうですね。さあ、このコーナーでは視聴者の皆さんからも SDGs にまつわる情報を募集しています。 RBC の特設サイトからお寄せください。